高山市郊外にあるリスの森はエゾリスやシマリスおよそ200匹が飼育されていて、冬季休園が終わり昨日オープンしました。冬眠していたシマリスが徐々に目覚め、冬眠しないエゾリスと一緒に元気に走り回っています。また暖かい日差しを浴びのんびりしたり、訪れた人たちの手に乗って餌を食べたりと可愛い姿を見せています。まだ気温が低いこの時期はリスが活発に動く午前中に訪れるのがおすすめだということです。リスの森は11月末まで営業します。